こんばんは、山城と申します。まあちょっと、夜中にね晩酌しながらですけどね、やってきますよ。スケロク1グランプリつけなくなったんだったっけ、 S1 でしたね。そう K1 だとなんかグランプリって感じで、そう S1 だったらグランプリじゃないよね S1 はっていう話か、そんな話になってた気がしますけど、今日はねどこだっけ、マリオスベーシック被災インターテンションでね買ってきました。ここね何が面白いってね、あのね、なぜかねあのパッケージの絵とかねコスモスになってるんですね。あのもともとコスモス被災インターテインだったところが、まあ、マリオスさんが経営して一緒のところですけど、で、ベーシックにね業態変換したっていうところなんですけど、ここだけはねまだコスモスが残ってたんですね。あらまあということでございましてですね、せっかくなんでねスケロクですよ食べながら軽く雑談してまた上げておきたいなと思いますというところでございます。ただ夜中なんでねボソボソという感じになるんで、ちょっとまた強制加えてやるような感じになるのかなと思いますけどね、よろしくお願いいたします。ではいただきます。スケロクの巻き寿司が、太巻きが4本と、あ、4個と、お稲荷さんが44ですね。さあ、いただいていきましょう。今日はお稲荷さんからかな。うん、ジューシーそうですね。俵型ですね。うん、ストロングタイプあれですよね、飲みやすいですよね。あの完全なクリアだよ、ちょっとセブンイレブンの PV にしてる人は、はい、ここあ、それでにも1本開けてますんでね、この2本目ですけどね、帰ってきてすぐ取ろうかなと思ったんですけど、ちょっとあの友達から電話がかかってきて、電話、出てどうのこうのしとったらもうちょっと2時間ぐらい経っとったんで、いかんいかんってもう1本空いてるし、うん、楽しいですね。うん、具材はかんぴょうとかんぴょうと卵と、きゅうりとでんぷですね。ちなみにあの昼飯なのかな、あの唐揚げ弁当もね買おうかなと思ったんですけど、唐揚げ弁当がもう売り切れちゃってましてね、うっつくらい弁当だったんですけどね、ここはあの250円のね弁当が売りなんで、それもね使いたかったんですよ。というか250円弁当のその唐揚げ弁当をねがめあのお目当てだったんですけど、もう売り切れちゃってたんで、カツ丼は、ね、90円だったかなで売ってたんで、それをね買ってどうかショートでねあげてると思いますけど、美味しかったですよ。写真あったらまた載せておきましょうか。こっちもね、もうね。うまっ。結構三重県ってデリカのレベルが高いと思うんだけどな。三枝牛トラ、コスモスもね、まあ。今ベーシックだけど、そう最近やみ出したんですけど、大体する時に前はね あれやって言ってましたけど、で90度にして縦にしてね持つって言ってましたけど、横のまんま後ろから取ったらそのまんま取れるんで、これもこれでありだなっていう。ラスト1個、そう天気ね食べたりきてるんで、最近ね前回1品売ってきたんで、これで結構もうなんか十分いっぱいですね。うん、
ごちそうさまでした。やれやれやれ。ああ、美味しかった。うん。なかなか、なんか最近唐揚げ弁当に、あれかな？私、ふと思ったんですけど、なんか最近全然唐揚げ弁当いつ探してると全然売ってなくて困ってたんですけど、冷静に考えたらあれかな、鳥インフルエンザの影響でもしかしたらちょっと数が少なくなってたりとかするのかな。まあ、ここ高騰してるんで、ありえますよね。それともここ、普通に胸に98円で売ってますし、基本、相手のやつは、国産を取り使ってなくて輸入のやつを使ってるところが多いと思うんですけどね。あ、逆に輸入だからあれなのかもしれませんけどね。なんてね、ことも思いながらね、取ってきました。ちなみになんで被災メニューとかちょっと、まあ、ちょっとね、完全にプライベートな用事で、ちょっと通の方に用事があったんで、行ったついでに、じゃあもう寄ってこうっていうことですね。はぁ、たったということで、まあ、とりあえず、っていうのも出まれですね。納豆炒めだし、美味しくいただきましたね。これ44だとやっぱしっかりと50万で、値段は430円、税込みで465円ってことですけどね。美味しくいただきました。まあね、コスモさんね、ベーシックさん、だいぶ価格勝負なね方に出ますけど、ちなみにお寿司はここは水産なんですよね。っていうことなんで、ね、そのお惣菜コーナーとはまた別だったりするのもね、コスモスさんの、コスモスさんじゃない、書いてあるからコスモスに言ったり、ベーチックさんね、マリアさんの特徴ではあるかな、っていうところだったりしますね。まあ、水産系はね、大体一般本で行くと、デリカで作っとるところでも、大体水産的系のところが、ね、シャリが美味しいとか、そういったのもいうのがあるっていうのがイメージかな。結構ね、そしたらネタはね、もちろんセンス紙みたいな感じでね、やってるようなところまでやってる水産のところだったことなんで、基本的にはキットのね、やつを使ってるところが多いんで、そこまで大差がないんですけど、まあちょっと身振りが大きいね、キットを使ってるところとかもあったりしますけど、やっぱりね、意外とそのシャリの部分っていうのはね、結構、意外と結構デリカルで差が生まれたりするときがあったりしますんでね、美味しくいただけるなという感じでございましたね。まあまたね、今度はね、ちょっと唐揚げ弁当見てるのは唐揚げ弁当があってね、まあ、もっと近くの方でもいいんですけど、まあでもベーシックってどこだ、マリアスってどこあるの、あそこ、マリアスだったらあそこに行ってもいいですね。鈴鹿のところ行ってもいいし、まあ、カメラのベーシックとかあったりもね、また、月見てね、木いっぱい見て行ってればね、大丈夫ですからね。っていう感じかなというところでございますね。まあ、美味しかったです。よし。ではね、また来週待っているところなんですけど、ね、一応ね、ちょっと、あまりにもね、ちょっとね、このシリーズもね、単調だなーってのがありましてね、不定期更新にしようかなって、で、またね、ちゃんとした動画を上げると思いますけど、ね、金曜日にその枠取ってありましたけどもね、あまりにもね、連続で見てもらってる方もね、なんかね、ぐちゃぐちゃになるって言ってね、まあ、そのシリーズのね、ごとにその記号をつけてね、冒頭に記号をつけて、それでね、そのシリーズの順番になるようにってやってるんですけど、これがね、その、ニコ動で見てもらってる方は、それでね、やると、ソートができるんで、時系列ソートって言って、要は投稿日時順に相当するっていうことができるんですけど、YouTube も全くできないわけではない、できないわ。期間設定はできるんだけど、投稿日からの、1週間以内投稿した動画に絞るとかっていう相当の仕方はできるんですけど、実はその時系列順にそのキーワードの商品を並べるっていうのが、実は YouTube はできないんで、プレイリストでね、ぜひちょっと見てほしいなっていうところなんですけどね。ちょっとね、やっぱしね、そのあたりね、私もね、やっててね、だんだんわからなくなってくるあれなんでね、ちょっとそのあたりは、ちょっとまた調整して、まあ、多分、おそらく、普通に、メインの動画をね、20時に更新するような形で、たまにこういうのね、
行けるときに行ったらね、差し込みで十字枠とかにね、ちょっと差し込むような形でね、やっていく形になるかなと思いますのでね、すみませんが、ちょっとこのあたり、ご理解、ね、のほどいただければと思いますというところですね。本当はね、ゴールデンウィークもね、1回ぐらいちょっとね、ライブ配信もやりたかったんですけどね、めちゃくちゃ出かけまくったんですよね。うん、で、ちょっと、ね、予備の仕事の話も入ったんで、とかっていうのがあったりしたんでね、あれちょっとライブをやる準備ができなかったなっていうのは、ね、ちょっとね申し訳ないなってところですけど、とりあえず、ね、そんな感じで近況報告なく上なんかね、まあ、これがこうやっての末に上がってるかなと思いますんでね、まあ、こんな感じにしておきましょうかねということで、また、月見て、唐揚げイベント、まああのね中断みたいな形にはなりますけど、また、ね、これ見てどうせね、あの何かしら食べることにはなりますから、どうせね人間食べないといけませんからね、そのあたりはねちょっと様子見ながらまた、続いて開けていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。この動画ね、以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ごめんなさい、ボソボソ声で申し訳ないね、もうね夜の夜中の1時半なんでね。